ただいま。おかえりなさい、キリト。やっとキリト一人か。なんだよ、会っていきなり。まあしょうがないわね。ねえキリト、あなた今暇よね。暇というか、別に用事はないけど。だったらちょっと付き合ってくれない？エネミーを彼に行きたいのよ。まあもちろん構わないけど。でも誰か待ってたんじゃないのか？いいえ、みんな帰ってきたら一緒に彼に行こうって思っていただけ。もう少し待ってもいいんじゃないか？いいえ、行きましょう。キリトのお出前なら二人でも問題ないと思うし。まあシノンと一緒ならよほどのことがない限り大丈夫だとは思うけど。あら、それはどうも。どのエリアに行こうか。行く先はもう決めてあるの。手応えのあるエネミーが多いところよ。よし、わかった。これで全部片付いたわね。この辺りにはもう敵の姿はないわ。それじゃあそっちへ合流するわね。ふう、お疲れ様。ああ、相変わらず見事な腕だったな。どのエネミーも一発で仕留めてる。対人ならともかく、エネミー相手なら外す方が珍しいわ。大体の動きはパターンがあるもの。そうは言ってもあれだけの距離で当てるのはすごいだろ。私はいつまでもフォトンソードで戦ってるキリトの方がよっぽどすごいと思うけどね。それって褒めてないよな。いいえ、褒めてるわよ。私には絶対できない勇気ある戦い方だなって。なんか毒がこもってるような。まあ冗談はともかく、キリトが前で戦ってくれるとスナイパーとしてはやりやすいわ。こちらの位置とか射線とかちゃんと意識してくれるし。そのくらいのことはやって当然だろ、パートナーなんだから。それはそうだけど。さて、もう少し狩りを続けるか、それとも一旦帰投するか。そうね、まだ弾の残量は余裕があるし。ん？なんだあれは。え、どうかした？シノン、危ない！なんだこれは、グレネードか。体。よっしゃ、命中したぞ。覚悟しねえ。くそ、敵の攻撃か。マックス、さすがにちょっと分が悪いか。あたしはいいから。まさかスタンした仲間を置いて逃げられるわけないだろ。弾幕が激しすぎて何時と危ない。ケイト、うわっ。くせえ、あの女まだ動けたのか。よし、相手がひるんだぞ。ここで煙幕を焚いて。さあ、シノン、捕まって。ごめんなさい。いいから、急いでここを離れるぞ。ひとまず、ここに姿を隠そう。いつまで持つかわからないが。ごめんね、私が動けないばっかりに。何を言うんだ、こっちこそシノンに助けてもらったのに。あの時シノンが撃ってくれなかったら俺もやられてたよ。体の方はまだ辛いか？うん、痺れは少しマシになったけど、でも動けるようになるのはもう少しかかりそう。そうか、とにかくここで時間を稼ぐしかないな。俺が入り口に立つからシノンは奥。待て、キリト。こんな体じゃ、あなたがやられた後に、一人で戦うのは無理よ。だから、そばにいて。そうか。わかった。ごめんなさい、キリト。でも、少し、こうしてて。もちろん、構わないよ。今、こうしてる間にも敵が私たちを探しているのよね。そうだな、この洞窟はかなり見つかりにくいから時間は稼げると思うけど。そんな状況なのに
なんだかこうしてると安心するの。おかしいわよね。敵から狙われていて、体はしびれて動けなくて、大変な状況なのに。俺もシノンがいてくれてとても心強いよ。同じだな。ありがとう。ねえ、少し話をしてもいい？あ、前にも言ったかもしれないけど、私は SAO の世界に入るまでずっと一人ぼっちだったの。でも SAO であなたと会って、信頼できる仲間もできて、私も生きていていいんだって思った。シノン。そしてこの銃が支配する GGO の世界で、昔の弱かった私から強い私になって、あなたたちと一緒にいる資格を手に入れたい。キリトと一緒だったらきっとどんなハードルも乗り越えられると思うから。だから今敵に追われていても安心できるのかな。一緒にいるために資格なんて必要ないよ。俺たちはシノンと一緒にいたいからいるだけだ。俺だってシノンにはずっと助けてもらってる。さっきだって動かない体を無理に動かして助けてくれたじゃないか。ありがとう、キリト。そう言ってもらえると私嬉しい。お互い様さ。うん。くそ、あいつらどこに行きやがった。絶対この辺りに隠れているはずだ。ヒットはしたんだからな。でも女を置いて男だけ逃げてるって可能性は。だとしたら戦利品と一緒にご褒美も手に入るってもんだろ。スタンで痺れてる女の子っていいな。おいおい、ハラスメントに引っかかるようなことはするなよ。見るだけにしないとな。なんだ、どこから。言いたい放題言ってくれたな。貴様は。今度はこっちから仕掛けさせてもらったぞ。くせえ、スナイパーは向こうの岩場か。そっちを先に行かせるかよ。強い。片付いたわね、キリト。ああ、思ったより早かったな。周囲に敵影なし。そっちに合流するわ。お疲れ様、シノン。いい腕だったぜ。ええ、ありがとう。それじゃ今日はグロッケンに戻るか。さすがに疲れたよ。ねえねえねえ、キリト、さっきの話だけど。さっきの。ああ、洞窟の中のその話だけど、あの時は私はスタンの効果でちょっとどうかしてたみたいで。え、でもあれには体をしびれさせる効果しか。いいから。スタンでどうかしてたからおかしなこと言ったの。忘れて、誰にも言わないで。あ、わかった、誰にも言わないよ。約束よ、キリト。もし破ったら。おい、銃を向けるなよ。約束する、絶対離さない。それならいいわ。でも忘れることはできないな。シノンの大事な話だったから。誰にも言わないで。言わないでいてくれたら覚えていても許してあげる。オーケー、さあ帰ろうぜ。帰りは何もないといいけどな。どうかしらね。あなたといるとトラブルばかりだから。